新町商店街にあるお花屋さんです。お花を手入れするところから始まって、手入れしてお水につけてあげて綺麗な花束にしたり、鉢植えをラッピングしたりしてお届けに上がるお仕事です。来るよりも手入れしてる時間の方が長いです。地元の生まれた門司の方にある花屋さんでアルバイトから配置になります。こんな感じです。全然興味なかったです。もう大人になって初めて、あ、こんなにお花って手入れをすることで変わるんだと思って、あと生け方を変えることで見せ方が違ってくる、見方が変わってくるんだって分かった時に感動したので、いらっしゃいませ、わー嬉しいとか、わー綺麗っていう、そのもうストレートな言葉だけでも嬉しいです。すいません、ありがとうございます。生まれ変わって何になりたいって言われたら、またやっぱり花屋だと思います。私東神町商店街にあるイレブング店です。商品出しから納品書とか請求書を作ったりとか、学校納品とかもしてるから、まあ、午前中は比較的伝票を売ってることが多いですよね、うん、そして午後からはあちこち配達とかも行くので、すいません、先祖代々イレブングです、ね、うちの祖母が戦後にすぐに始めたらしいので、もうずっと地元で文具店やってます。小学校から中学校まで、だいたい学校で使うものは大概準備できます。半紙から作文用紙から鉛筆、ちゃんと学校の名札から、鍵盤ハーモニカ、リコーダーとか、カスタネットもハーモニカも粘土も一応一通りあります。めったに手に入らないそのままありますよ。学校で持ってきてくださいみたいなのは大概揃うようにはなってますよね。体操服もあります。商品数が多いですから、それを把握しておくだけでも大変だし、逆に古いボールペンの回診とか持ってこられてもあったかなっていうのは確かにありますよね。うん、あっちこっち探したけどなかったけど、ここにはありましたとか言われれば嬉しいですよね。東神町商店街でお肉と唐揚げの販売をしてます。もともと美容がすごい好きで、エステの仕事をしてたんですけども、やっぱり実家に帰るたびに父と母がこうおじいちゃんおばあちゃんから引き継いだお店を頑張ってる姿を見て、次の世代に引き継いできた味を残したいなと思って、ちょっと今までしてきた仕事とは全然違うんですけど、姉がちょうど福岡にいたので一緒に始めようっていうことでここにスタートしました。はい、ありがとうございます。昨日も唐揚げ屋さんもお肉屋さんもたくさんいろんなところにあると思うんですけど、その中でもやっぱり毎回ここを求めて来てくださるお客様が増えてるなっていうふうに感じれた時が、やっぱりここを開いてよかったなと思って。いろいろ売ってます。最初はムツゴロウ焼きをやってたんですよ。神田に変えて、まあ、東神町の人気メニューしようかなと思ったんですよね。最初奥さんがしてたんですよ。僕最初サラリーマンだったんですよ。定年になった時に第二の仕事として始めようかなと思ってたんですよ。あと娘たちが2人なので4人で家族で。味付けでもやっぱマンネリ化したらいけないなと思ってるんで、それを基準にしていろいろやっぱちょこちょこさんに書いてます。基本は持ってるんですけども、ただあんまり同じ味だったらつまらないなと思って、こ
半田焼きとたこ焼きを半田焼き2つ種類が半田焼き、やっぱ美味しかったっていうのが一番ですね。昔寄った子が会いに来たよって言うから結構来られるのが一番嬉しい。ちっちゃかった子供がもう子供を連れてきたりするんですけど、東神町商店街を拠点に活動している劇団ショーマンシップの俳優です。いろんな方の人生を疑似体験というか体験しながら皆さんに伝えていくお仕事だとは思いますね。ミュージカルをやってみたいなと思ったのが最初で、もともとサラリーマンだったんですけども、人生一度しかないし一回やってみたいなっていうのがあったので飛び込みました。あ、これか、これか。あ、ごめんごめん、あります。俳優以外にもこの劇場の、スタッフとして働いてます。はい、劇場の予約電話でまずこの日空いてますかっていう連絡が来て、でこれで空いてる日をまず確認します。皆さんのんびり報いるなら今なんです。やっぱり見てもらうことがご褒美かなと思ってます。なのでもう見てもらうことが一番嬉しいです。もうそれに勝るものはないですね。どっかいいところで戻りたい、戻りたい、うん、飲みに行きたい、恐れるものは